はい、こんにちは、あこです。今回はですね、このアフレコ方式で、お届けしたいと思うのですが、この日は7月のある日ですね。壁紙を選びに来ました。おー、ここ壁紙屋さんで、なんとこれも壁紙です。すごい、木が剥がれてる風の壁紙が早速貼ってあったりだとか、そんな感じで入ってみます。ここは、ネットでお友達にも教えてもらって、いろいろネットでいろいろ壁紙見てて、実物を見たいなと思って行ってみました。都内にあります。いろんな種類の壁紙が本当にたくさんありました。もうね、見切れないので、ある程度オンラインでいろいろチェックしてから行くといいかもしれないですね。ここに壁紙の見本がいろいろと貼ってあります。すごい、動くんだ。なんかね、障子みたいになってて、いろいろな壁紙がなんかこう貼ってあるのが見れました。お、これは桜の壁紙をめくると、なんとメタリックなさくらんぼがめっちゃ可愛いって言ってます。これ使いたいと興奮してます。しかし、なんかちょっと反射して、なんか微妙じゃないとか言われながら、でもめっちゃ可愛いって興奮しました。はい、ここもめくっていくと、いろんな和柄とかもあるんですよね。可愛いのだけじゃなくて、いろんなテイストの壁紙がありました。こちらもめくると、なんとメタリックなバナナが出てきました。バナナもいいね。しかもブルーなメタリックで、はい、こんな感じでいろいろと、なんて言うんでしょう、こう壁に貼ってある雰囲気を見れるのもいいですよね。こういうなんかボコボコして見えるんですけど、これも壁紙です。面白いですよね。こういうのもなんか扉に貼ってもいいなと思いました。あとはこういう風に本になってて、見本ですね。見本がいろいろ一気に見られる本ですね。ここがその壁紙屋さんというか、いろいろなブランドが集結しているような感じで、海外のブランドなんですけど、この多分ブランドのテーマごとに本になってるんですかね、冊子になってるのかな。なのでこの一冊の中は同じようなテイストのこう壁紙がある感じです。この靴のも可愛くて、このしかもここ靴キラキラのラメラメでした。これも私が好きそうな感じの壁紙の本があったよと言って見せてますね。可愛い、もう表紙からして可愛いですね。いろいろな花柄の、これは壁紙がまとめられた本だったのかな。可愛い、この壁紙、この中一概に花柄といっても、このブルーとか、これはちょっと薄いパープルかな、あのベースの色が違うだけで雰囲気が変わりますよね。これも可愛い、もう夢のような可愛らしい壁紙がたくさんで、本当にあのワクワクしてます。これも可愛いね。これもここがなんか結構面白くて、なんかキルティングみたいな、これもふわふわな、なんかふわふわに見えるんだけど壁紙なんですよ。これもお花柄シリーズかな。花柄が大好きなので、なんか花柄いいよねって言いながらいろいろ見てます。なんか花柄ってピンクだけじゃなくても、結構ガーリーな雰囲気になったりとか、可愛い雰囲気になるので、ただこう子供っぽすぎないようにとか、やっぱりこう雰囲気に合うようにとか探すのが大変だけど楽しかったです。このレースみたいな花柄も可愛くて、もうある程度オンラインでこれは絶対見たいっていうのを決めてから行ったんですけど、なんか他のも可愛すぎて、もうどんどん目移りしてしまいました。もう可愛いねって言って、なんかこれも花柄と、なんかこう動物モチーフが入ってると一気に、なんだろう、なんかこう元気なパワーがなんか溢れる感じがしたりとかして、それも良かったなとか思いました。この花柄も可愛かったんですよね。同じ花だけど色によってかなり雰囲気が変わって面白いなと思いました。これは銀ガムチェック、水玉、レモン柄、もう本当にいろいろ、もう本当にいろいろ、こうやってなんか文字が入ってるのも素敵だよねとか、もう本当にもう選べないと思いながら行きました。トラどんどんね、今あの物価が値上がりしてますので、壁紙も8月からどんどん価格改定が始まるということで、値段が上がっていくので、決まってたらもう買っておくのがおすすめですよということで、もうあのお金を払いに来ました。
た壁紙が、はい、はい、ベニーズ最高だよね。さくらちゃんは何食べてるんですか。はい、ということで、壁紙を選んできた編の動画はいかがだったでしょうか。楽しんでいただけたら嬉しいです。もうなんか一緒に選んでいるような、なんかドキドキワクワクをね感じていただけたらいいなと思ってムービーを、撮っていました。現在の、店舗の進み具合なんですけれども、はい、前回の動画でね場所が決まったっていうことを言って、今内装が決まってきました。イエーイ。まあ、店舗としては結構こうコンパクトなお店になります。私と、そう旦那さんの匠さんがやる2人でやるお店なので、結構こうコンパクトなお店なんですけど、今内装を、設計師さん内装屋さんと今相談していて、私も自分で iPad でデザインというかこう色だったりとか色使いとかを、デザインして、その設計師さんと一緒に作っていってるような感じです。そして今お店に置く鏡、あのお客様が座って施術をするこの鏡をなんと今デザインしております。なんか作ってくれるところを見つけて、自分でこう着物の形とか色とかをちょっと、ね、今いろいろ妄想しながら、それが形になったらいいなと思って、いるところです。そうなんですよ、もう超楽しみ。はい、で今月末、来月9月あたりにはちょっとお店の見積もりなんかが出てくると思うので、そこからは結構現実的な、はい、そうです、お金のこういろいろやりくりみたいな感じになってくるのかなと思うんですけど、その辺も皆さんと一緒にこう共有して、一緒になんか作っていく感覚になれたらなと思ってます。そう、お店のね内装めっちゃ可愛くなると思いますよ。もうねリーリークーペのテーマも決まって、いろいろ、はい、絵を描いて、ちょっとだけ見ますか。もういろいろいろじゃん。まだ全然一瞬だけど、なんかいろいろも自分でね iPad で絵を描いたりとかしながら、あの担当のカットやれたりしています。また次の動画でお会いしましょう。リーリークーペができるまで本当に楽しみにしていてください。来年の春目標で動いております。ではまた次の動画でお会いしましょう。あこでした。バイバーイ。